魚沼線は、日本国有鉄道が運営していた、新潟県三島郡越市,市町の来郷寺駅から同県、小千谷市の西小千谷駅に至る鉄道路線である。1980年の日本国有鉄道経営再建促進特別措置、法施行に伴い、翌年9月に第一次特定地方交通線に指定され、1984年4月1日に全線が廃止された。 元は、魚沼鉄道という1911年開業の、期間 762mm の軽便鉄道であり、軽便鉄道法による免許交付の第一号であった。1920年に、信濃川の対岸に並行して上越北線が、開業し東小路屋駅が設置されると、旅客、貨物とも同線に奪われ、魚沼鉄道は赤字に転落してしまった。当初は、 保証を終えて廃止する予定であったが、買収国有化されることとなり、1922年に国有鉄道の魚沼京弁線となった。国有鉄道の特殊狂気線は、買収後すぐに改めきされるのが通例であったが、魚沼線は鉄道不設法に規定する予定線でもなく、国有化後も重要度の低さから、太平洋戦争の激化により1944年に、 不要不急線として休止されるまで、期間 762mm の軽便規格のまま運営された。戦後の1954年、他の国鉄線と同様の期間線 67mm に改め記され営業が再開されたが、一部区間で線路の付け替えが実施されており、事実上は急線廃止、新線開業である。 魚沼線の終点の西大寺屋駅は品濃川左岸に位置しており、市街地に近かったが、右岸には前日の通り、上越線がほぼ全線にわたって並行していた。大寺屋駅から上越線を利用すれば、長岡、新潟方面や高崎、東京方面へ直接行くことができ、また当時は特急、急行など優等列車を含めた列車の運行本数も多く、さらに、 長岡駅、大郷寺駅から片海を経由して、小千谷駅を結ぶ越後交通の路線バスが、魚沼線にほぼ並行する形で運行されているなど、魚沼線を取り巻く環境は年を追うごとに厳しくなり、公共交通としての存在意義は徐々に薄れ、乗客数も減少の一途をたどり続けた。1968年、国鉄諮問委員会により廃止を勧告される。その後、 1980年の国鉄再建法施行を受けて、翌年9月に第一次特定地方交通線に指定され、1984年4月1日をもって廃止された。廃止後は、越後交通の路線バスが蒸気ルートによりおおむね1時間間隔で運行され、線路時期の一部が、新潟県道15を長岡片海をじ野線の一部区間として活用されている。 廃止が決定した際に発売された記念入場券について一旦発売された後に片貝気分のイラストに問題が見つかり購入者をはじめ地元からもクレームが出たことから修正されることとなった修正後の記念入場券が発売されたのは最終営業日の前日である1984年3月30日であり最終営業日の 翌31日と2日間しか発売されなかった。このことは地元の新潟日報等にも大々的に報じられた。前線投資の列車が朝夕各に往復ずつ運行されていたほか、朝に大号寺駅片貝駅間に区間列車が一往復設定されていた。百1 2 1県院の魚沼線の混合列車。 ケ121ケ2900ケハ370ケハ371ケ派フ310ケは51。西小路屋駅いずれも機動車接続路線の事業者名。所在地は、宇オ沼線廃止時。全駅新潟県に所在。AB、4月1日に、バス転換。交通新聞、P1、片海祭りの花火打ち上げを図案化したものになる。はずが、 長岡祭りの花火のものと取り違えられていた。施設鉄道株式会社仮免許状下布。官報1910年5月19日、京弁鉄道指定。官報1910年10月25日、京弁鉄道運輸開始。官報1911年9月20日、京弁鉄道停車場設置。官報1913年2月17日。 京弁鉄道旅客取扱廃止。官報1913年6月13日。京弁鉄道停車場廃止。官報1914年11月14日。京弁鉄道停留場設置。官報1915年10月28日。京弁鉄道停留場廃止。官報1917年2月7日。京弁鉄道免許場下布。官報1918年4月19日。 鉄道院鉄道統計資料。大正8年度。鉄道省国時第59.60号。官報1922年6月10日。鉄道省鉄道統計資料。大正11年度。記者汽船旅行案内大正10年8月号。大正12年7月号。鉄道省国時第109号。官報1922年9月2日。 運輸通信省国時代483号、官報1944年10月5日、新潟日報昭和25年12月12日指名により、国鉄蒸気線区別最終運転日、一覧、レールマガジン日本の蒸気機関車1994年1月合増刊、国鉄監修交通公社の時刻表1983年8月、魚沼鉄道に関するカテゴリー、 ありがとうございます。